はい、今ですね、シーンにいるんですけども、ちょっとね、面白いグッズを見つけたので紹介したいと思います。こちら見てください。なんか、なんだこれって感じで、みんなゲストがですね、何がないこれって反応してるんですけど、これね、おにぎりケースなんですよ。おにぎり専用のケースってすごくないですか？かわいいんですよ。赤とね、黒、まあ、ミッキーとミニーを、まあ、モチーフとしたデザインがありまして、でこちらミッキーですよね。で柄もね、よーく見ていくと、このほら、わかる？これおにぎりのミッキーがいるんですよね。面白いですよね。こっちもそう、こっちもね、おにぎりのミッキーがいるんですよ、ほら。はい、それでね、でこれ家みたいだし、でもおにぎりみたいだしね、かわいいでしょ。でね、これ面白いのは、ね、収納方法書いてあって、いいですか、こちら見てください。まずおにぎりが2個入りますと。でおにぎりはラップでくるんでご利用くださいと。で紐を穴に通してご使用くださいと。それでおにぎりを食べ終わった後ね、こうやって、ね、コンパクトにこうやってね、これ畳めるんですよ、こうやって。で実際今ね、畳もうと思ったんだけど、ちょっと今こう値札がついてちょっと畳められないんですよね。なんで中紹介するだけにはできます。こう蓋がタイプみたいな、蓋を取ります。そうすると中ちゃんとおにぎりが冷めないようにちゃんとこの保温保冷できるようなこの銀の素材になってて、はい、中身はこのようにちゃんと蓋ができるようになってて、はい、がっちりとおにぎりをガードできますね。こちらミッキータイプ、ミニータイプ、どちらも1000円です。だからね、これがっつりお弁当っていうほどではないんだけど、ちょっとね、軽い食事、例えばお子さんいる方でしたら、なんか例えば軽く軽食用におにぎりだけ持たせたいってあるじゃないですか。でおにぎりだけだと結局ね、なんかナプキンくるんだりスーパーの袋に入れたりとか、弁当を作るほどではないんだけど、おにぎりだけ持ってきたりとかあるじゃないですか。で現に俺もね、おにぎりね、カバンの中にペロッとむき出して入れてることもあるので、下にね、東京ディズニーリゾート入ってるし、はい、ミッキーとミニーのおにぎりケースでした。めっちゃ可愛いです。ちょっとこれは欲しいですね。おすすめしたいです。